今日9月の11日かな。はい、じゃあ今日からまあ仕上げをしていこうか。はい、まあ、仕上げといっても最後のね、屋根の補強です。でまずはペンキ塗りの、ちょっとあれをまあいろいろ補強しながらですね。でなのでいろいろカチャカチャやってきますね。階段の上り下り、橋の上り下りやってみたいと思うんですね。でまあ計画としてはどうせ多分屋根は落ちると思うんですよね。乗ったままにはしたくないんで、今年に限っては何回かちょいちょい帰ってきます。屋根を屋根駅を下ろしに、そんなに遠いスキー場を選んでないんで、1本入れます。筋交いみたいな感じで1本入れます。はい、なんでかって言ったら、隣の人曰く屋根雪っていうのは一気に落ちてくるらしくて、その一気に落ちる理由っていうのが、屋根のねあそこの端っこに、雪庇みたくできるわけで、雪庇ってなんかね硬いんだって、凍ってて、でその雪庇が屋根雪を押さえて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 、でその雪庇が我慢できなくなってきた時に先に屋根が崩壊するのか、屋根が倒壊しなくて、まあ、ザーッと雪が落ちてくるのか、で雪がその屋根雪に押されてバーッてもう吹っ飛ぶらしいんだ、その屋根雪を押さえてた雪庇が。でそれが飛んで落ちた時にものすごい重さでドーンって落ちてくるから、それでバキッと割れるんだって。だから今年もまたね割れるよ、悪いけど、ちょっと教えてもらったから、まあそうですね、なんで多分雪庇が落ちてくるであろうところにこれ1本カンカン入れて、でまだあれが残ってるわけよ、この地材のクランプ残ってるから、それでまあ固定をして、まあちょいちょい見ながら帰ってきます。であとは雪滑りシートをやってみて様子を見ます。こんな感じですね。はい、はい、いいです。これはブログだなまあ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 、今回、まあ、前回の動画で、まあ、完成したとは言ったものの、まあ、補強ですね、これタルキを渡しただけなんで、タルキを補強してあげればいけません。で本来は三角形を作るんですよ。わかります？動画の、まあ、真ん中には棒が2本立ってて、その真ん中に、まあ、四角くするための単管が1本通ってて、でその単管から、まあ、二等辺三角形みたいな、なんだっけ、直角三角形か、直角三角形ができるような感じで補強を入れてあげるんですよね。でもまあちょっとそれはですね、ここも車を下げていきたいですね。なんでその都合上もうちょい低くないとできないんですけど、まあ、それもできませんということなのでやってません。でそれプラス、タルキをですね、それプラスタルキの先っちょか建物側を一番高くして、工場側を低くすることによって落ちてきた雪が屋根の勾配よりも急にすることで落ちてきた勢いそのまんまでずるずるっと下に落ちるようにしてます。その都合上タルキのあれだ、終わり終点っていうか、その角度つけて終わるところがですね、もっと低くなくちゃいけないんですよ。なんでその補強よりも低いところにしちゃってるんで、まあ、これがそもそもおかしいだろうっていう話なんですけど、まあ、まあいいかって感じですね。ちなみにこのタルキが、タルキの角度とタルキの高さが、今僕が乗ってるカーゴですね、ダイハツの、それがバックでここまで入れられて、かつトランクを開けれる最大の高さになってます。なんでまあこれは知らないですけど、これもぶっ壊れたらぶっ壊れたで、まあいっすわまあいっすわ、もうそれしかない、もうそれ以上できないですよ俺は。はい、あともうちょいね単管パイプを支えたいところが高いので、
はい、もう一度パルキを上げますわ。まだライはいですね、もうちょいここの手前を、まあ、10センチ、20センチ向こうと同じようにできればいいんで、まあ、上げてきますわ。あで、まあ動画を見ながらね、もうちょい下げたんですね、あのタルキの下がってるところ。でなんでかって言ったら、屋根の勾配とまだ同じぐらいだったんですよ。理想は屋根雪が落ちてくる勢いそのままに雪を屋根に乗っけることなく下までダーンって下ろしたいんですね。なので、まあ屋根よりももうちょい急にしたかったんで、まあこれ、どうせ自在クランプ同士でやってるんで、あの角度をつけるとかっていうのはまあ、それはそれで大丈夫なんですよ。要するには建物側じゃなくて工場側のタルキ自体をクランプで繋いでるん、あの、タルキクランプで繋いでるんで、それをちょっと下げさえすれば、まあ全然 OK で、まあ全然それは増差っていうか、まあ、手間ではないですよね。むしろ、トタンとタルキを渡して、それを、まあ、タルキクランプにつける作業ですね。あとトタンをつける作業、これがまたしんどかったですね。でまあ、ここまで来れば、あとは微調整で済みますので、まあ、いっかっていう感じっすね。であとはまあ、家を開けるときが、冬なので、まあ、どれくらい風が強いのかですよね。で、風が強い分、なんて言えばいいんでしょうね。もう、飛んじゃうんですよ。確かに積雪量っていうのはそれほど変わんないんですけど、雪が降ったとしても、吹き溜まるところまで雪が風で運ばれちゃう地域なんですね。で、去年の場合にはなんか、珍しくなんか降ったぜ、ここも降ったぜ、みたいなこと隣の人から聞いたので、そうっすね。まあ、わからないですね。まあ、かといって、あのまんまだと屋根がぶっ壊れかねないんで、本来だったらちょっと単管で、支えたかったかなって感じ。ジャッキベースで単管パイプを設置して、それで押し上げる感じでちょっとやりたかったですね。はい、終わったっちゃ終わったな。一つね。まあ、一応向こうもやるんだけど、ここだね。まあ一応この単管入れたところを、補強にしてます。で木材にこれ失敗したらっていうのはちょうどここ折れるところに生き節があるんだよね。こういうやつとかまあそれは多分耐えらんないな。だから折れるであろうところにちょっと単管入れてるわ。はい、じゃあ、ですね、ここから、まあ、一応ですね、動画上、一本だけ、単管が垂直に入ってるのがわかると思うんですね。で、これがですね、まあ、補強です。で、本来補強もう一本欲しいんだけど、まあ、無理だなって感じですね。で、多分補強、どうなんだろう、単管パイプの、強度って俺わかんないんですよ。だから、あんまり、なんだろうな、ワンシーズンでって、まあ、単管パイプが潰れるぐらい振られるとまずいっすね。マジで。だから、それがわかんないんで、どうなのかって感じです。もっとガッチガチに単管パイプの本数も入れるべきなんですけど、入れてないっすね。だから、まあ、今年の冬は冒険ですね。まあ、ちゃんと帰ってくるんで。そしたら今度は、まあ、これは下の頭に溜まるまで待ちまして、この単管は、まあ、ここの補強ですね。であと1本向こう側に入れて、まあ、真っ二つにします。であとは、まあ、このセメントを納屋に流し込んで今日は終わりっすね。
カンカンは明日やろうかな。ペンキ乾かないし。あ、で、まあ、タンカンパイプ自体はもう決めたんですよね。で、まあ、一つ、わからないことがあるとすれば、うん、やっぱりタンカン支えてるのは自在のトルクなんですよね。だから、それがどこまで通用するかっていうのはちょっと未知数ですね。いやー、でもね、屋根、時間かかったね。ちょっと曲がってるけど、まあいいか。今、かなり、補強はされたはずなので、あ、ちょっとまだ曲がってるね。まあね、カンカン1本ケチって、次にしついちゃったから、まあしゃあないということなんで、まあ明日カンカンを補強して、やりますわ。で、明日にはまあ、ここのトタンを片付けて、白いペンキ塗れると思います。はい、あ、今この動画がアップされている頃はまあ10月20日を過ぎてます。でもまあね、ここまでいろいろやってましたよ。うん、頑張って。やっぱりまあ狭いっていうところが、まあ、やりにくかったですね。はい、まあ、なので初めて買った空き家がここまで手強かったわっていうのは知らなかったしね。あのシャワーと、トイレがリフォーム済みで50万で買えちゃった、これだけが利点です。まあ振り返ればもう200万出てるんで、まあこれは、うん、次買うときは200万円台の空き家買った方がすぐできるなっていう教訓でした。バイバイ。